わね、ナルト。ちょっとだけ見直したわ。へへ、さくらちゃんこそ、見事なバカ。あ？な？あは、あはは。なんでもありません。そういう無神経なとこ、全然変わってないわね。どうやらあれを試すには十分な実力を身につけたようだな。いいだろう。では次の段階に進む。次の段階？さくらちゃん、まだなんかあんの？ううん、さっきの手合わせ以外私は何も。もういいぞ、出てこい。よう、久しぶりだな、ナルト。かかし先生、かかし先生じゃねえか。だよ、先生ってば全然変わってねえ。お前は、ま、懐かしの対面はいいんですけど、さっき師匠に呼ばれて出てきました。うん、かかしに来てもらったのは他でもない、お前たち二人に受けてもらう演習があるからだ。演習？そう、これからお前ら二人はこの俺と一緒に任務をこなしていく。だがその前に本当の意味で使える忍びになったか、それを俺自身が確かめたくてな。確かめたいってのはわかるけどさ、俺たちさっきまで手合わせしてて。まさかあの渦巻きナルトともあろうものがたったあれだけの運動で疲れてるとか？うん、そんなことあるはずねえだろう。演習だろうがなんだろうが、なんでもこ。はあ、単純なやつ。さくらもいいな。準備ができたら演習場に来るように。待ってるぞ。よし、やってやろうぜ。さて、これからが本番だの。遅れずによく来たな、感心感心。そのセリフ、四国魔のかかし先生だけには言われたくないわね。さーて、それじゃ早速演習の説明といき、ルールは初めてお前たちと会った時と同じ、この俺から鈴を奪えばいいだ。ただし、前とは違って演習中に俺が出す指示も同時にこなしてもらう。待て、カカシ。指示出しならわしが。あれ、エロイ、こんなとこまでついてきたのか。くん、お前が失敗せんよう、しっかり見張っておこうと思っての。へえ、なヘマ死ね。というわけでだ、カカシ。お前は演習に集中しろ。指示出しはわしがやる。本来なら遠慮するところですが、今回は、ま、た。
どうやら演習に集中しないとこっちがヤバそうな。この演習は俺も本気で行く。ナルト、サクラ、覚悟はいいな。おう、始めようぜ、カカシ先生。授業の成果をカカシ先生に見せ。お。任務開始。お。まずはカカシを見つける頃から始める。このどこかにカカシ先生がいるわけ。よし、とっとと見つけてカカシ先生。カカシ先生、見つけたってば。カカシ先生ってことは。どっちもってこと。どっちがどっちだろうと、両方新しい考え方だけど、今回はその行くぜさくらちゃん。どうしてアンブがこんな。俺が呼んどいたんだよ。お前たちの力を見極めるか。誰が来ようが関係ねえ。全員ぶっと。カカシ先生も本気っぽいわ。それだけ俺たちが成長してるって。ま、でもそう簡単に俺はやる。どうだ。一体やら。よし、次だ。どうだ。今だからこそはっきりと分かるカカシ先生の凄さが。どうやらどっちも影分身だったみたいに。そんじゃ本物のカカシ先生を探すって。カカシ先生、やっぱりすごい。カカシのやつ、周到に準備した。今だからこそ、はっきりとわかる。カカシ先生の凄さが。カカシ先生、やっぱりすごい。さすがにわしが教えただけはあるの。ここまでは合格。チケットを頼むなんてビビってんじゃねえのか。かそれだけ評価してるってこと。だから失望させるなよ。さすがに強いわね、カカシ。でも、カカシ先生の小細工は聞かねえ。学校から勝負だってばよ。あんたならそう言う。なかなかいいね。まだまだこん。さてと、
それじゃこっからが本番だ。受けて立つぜ。お前たち本当に強くなる。当然だ。相手がかかし先生で、ただの私たち。そいつは作戦大成功。成長したな、二人とも。